はい。YouTube をご覧の皆様、はじめまして、調理だけの学校の生徒イコール先生の皆様、いつもお世話になっています。松と申します。私は薬剤師として働きつつ、家では妻と共に2人の子育てに、毎日奮闘している36歳です。さて、今回から3回にわたって、私の仕事の薬剤師、朝礼だけの学校で学んだことを掛け合わせて、私なりの世の中かというのを、させていただきたいなというふうに思います。今回のテーマですけれども、薬剤師×言葉の力。薬剤師は、様々な場所で皆さんの健康を守るために働いています。料理だけの学校にも情熱的な黒ひょうさんとかアコさんなど何人か薬剤師の生徒医校先生の皆さんがいらっしゃいますけれども、私はこの中でも病院薬剤師として働いています。で、病院薬剤師とはどんな仕事をしているのか、非常にイメージしにくいんじゃないかなというふうに思います。非常にこう様々なお仕事をしているんですけれども、その中で、まあ、一番皆様の、にお会いすることのある、お薬の説明というところの、まあ、一場面というものを、まあ、紹介したいというふうに思います。薬剤師こんなことしてますよというところでお話ししたいなと思います。お薬の説明をしようとですね、私が入院中の患者さんの病室に伺うと、痛くて泣いている場面に遭遇しました。たまたま看護師さんは出払っていましたし、医師も病棟にいない状態で、相対する医療者は私だけなんですね。この時に、まあ、医療者として、まあ、一人間として、私が何とかしなければな、というふうなシチュエーションになりました。薬剤師は、処方権がありません。また、お薬を、の処置をすることもできません。患者さんに触ったり、お薬を投与するということができないんですね。そういった、制限のある中で、この目の前に泣いている患者さんに、薬剤師の自分は何ができるでしょうか。おそらく1年生の僕でしたら結構頭真っ白になっていたかなと思うんですけど、もう10年ぐらい経ちまして、緩和ケアの認定とかも、まあ、取ったり、いろいろやってましたので、これはもう何とかしましょうというところで。で、薬剤師は、特殊な目線を持っています。すなわち、薬がなぜ効くのか、そしてその薬がどのぐらいの時間効くのかといったところを、把握しています。で、これらをしっかり理解し、かつ分かりやすく説明し、提案するということができることが、薬剤師の、特殊性の一つかなというふうに思います。ここでも言葉の力というのが実はとても大切になります。で、この患者さんに対しては、まず、つらかったですね、つらさを共感することをまずします。そして、絶対何とかしますとお話しします。そして、現状を正確に把握するために、痛みの状況を短時間で詳細に聞き取りました。これをすることによって、まあ、最短の解決につながりますし、話すこと自体で辛さが和らぐという効果も狙っています。ここでもやはり言葉の力っていうのはとても大切になっています。そして、このタイプの痛みにはこの薬が効くはずです。先生にすぐ頼んできます。言って、そこからは病院中を、ダッシュして、医師のもとに行き、薬局に行き、病室ということでも奔走しました。結果、2、30分後にはお薬を患者さんのもとに届けられ、さらにこれ飲んでいただけると、多分30分ぐらいで、一番効いてくるはずです。その頃また様子見に来ますね、ということで、やってもらって30分後に伺うと、お薬がバチッとはまりまして、大幅に痛みが改善しました。まあ、さらに、その後も、自治が通いまして最終的には痛みがほぼない状態までお薬調節して過ごすことができました。まあ、このように、薬剤師さまざまな制限がある中でも状況を変えるためにいろいろ奔走しているというような、ところをしていただければなと思います。そして、仕事をしている中で最近こういうふうに思いやりになりました。私が扱っているのは薬という化学物質であるんですけども、効果を最大限に発揮させるために最も大切なのは言葉の力なんではないかなというふうにも思いました。薬の臨床試験などでは、まあ、プラセボ効果と言われていますけれども、心の力というのは極力排除するような形で、まあ、試験を組まれているんですけれども、実際に
医療の現場では、やはり相対するのは人間ですので、この言葉の力、心の力っていうのはすごく大切なのかなというふうに思います。そこで、硬直運 AI にプラセボ効果って何？って聞いていました。すると、医学的には効果のない治療法が、患者さんがそれが効果的だと信じることで、実際に症状改善をもたらす現象なんですよ。これは人間の心理や信念が体の健康に影響を及ぼすことを示しています。つまり、信じる力が現実を変えるということがあるということです。面白いですね。というもとっても素敵な、言葉をいただきました。そこで皆さんに、本日のお題です。あなたが言葉の力を感じた経験を教えてください。はい。それでは第1回目以上となります。それでは行きましょう。君ならできる。